ウルグとは、ウズベキスタンサマルカンド州の都市である。ウルグとは、プラタナスの老木があることで知られており、中には、樹齢千年以上のものもある。ウルグとは、州都のサマルカンドより、南東に約3 5トルの山間地域にある。2012年現在、の人口は約5万人。ウルグトリク人は、ウルグト出身の人々を先祖に持つ、ウズベク人の民族集団である。 約50万人がウルグトリク人を名乗っている。ウルグトリク人は日常会話ではタジク語を流暢に操る。彼らの大部分はウズベク語を話すことができるものの、いくつかの民族集落ではタジク語が日常会話に用いられている。ウルグチ人はウルグとの地理的位置関係から商人として他地域との貿易を盛んに行ってきた。これは現代でも受け継がれている。 ウルグト最大の市場は、品揃えのよく比較的安い値段で商品を入手できるため、州都のサマルカンドからも商人が訪れている。ウルグトは、ウズベキスタンにおけるマリファナの生産地としても知られている。ウズベキスタン政府は、マリファナ栽培に制限をかけようとしているものの、マリファナ栽培は、ウルグトの人々にとって、重要な収入源の一つになっている。また、 国内の64.9%の生産量を占めるタバコを生産しているバットウズベキスタンのタバコ発酵工場がウルグトに建設されている。ありがとうございます。